所領とは、領主、地主によって私有され、支配権が行使されている土地のこと。領主、地主に対して、経済的利益を生み出す、一定の領域のことを指し、主として、家屋敷と、田畑から構成されているが、山谷や荒地、牧、浜なども含まれていた。律療法でも私有が認められた家地や園地、梱殿などを除けば、本来は国が、国画領、 小園の一部であり、国が本所に年貢を納める義務があったが、領主らは彼らと対立と協調を繰り返しながら、その支配権を強めていった。所領は、無法などの重大犯罪によって、海域、結書などに処せられない限りは、没収を免れ、売買や相続、寄進の対象となったが、その所有や権利をめぐってしばしば争いになった。 鎌倉幕府は領主を御家人として参加に加えて、軍役などの一定の方向義務を課す代わりに、安堵状を発給し、その治療権を保護することによって、支配体制の強化を図り、奉公の功績に応じて、恩賞として新たな所領を与えることもあった。御成敗式目において様々な所領の争いに関する規定が定められる。一方、御家人としての義務を果たさない者に対しては、 所領の没収などの措置を取ることを規定した。以後、江戸幕府に至るまで、所領の没収は、武士に対する最大の威嚇、統制手段として機能することになった。ありがとうございます。